トヨタマーク2マーク2 MARK2 は、トヨタ自動車が1968年、昭和43年から2004年、平成16年まで、製造、販売していた高級乗用車、D セグメントである。1968年に、クラウンとコロナの中間に位置する車種として登場する。モデルチェンジごとに、ボディの大型化と高級化が進み、 1980年代後半には、姉妹車のチェイサー、クレスタと共に、マーク2三兄弟を形成し、当時の高級車、ハイソカーブームの中心的存在として高い人気を集めた。また信頼性や耐久性の高さから、タクシー、ハイヤー、教習車、車用車やパトロールカーといった、業務用車両や特殊車両としても使用された。2019年現在、後継モデルが、 マーク X として、系統を継承している。手頃なボディサイズの FR 車であること、特に4代目以降のモデルは、ハイパワーエンジンを搭載するため、チューニングやドリフトのベースとして人気がある。ピックアップを除き1968年から1972年。1960年代後半の急激な自家用車需要の高まりによるユーザーの増加を受け、 コロナを発展させた新しい車種として登場した。従来のコロナは、マイナーチェンジとグレードの整理が行われ、ゴールデンシリーズとして設定されていた 1600cc 車と2ドアのハードトップ、ピックアップトラックがマーク2シリーズに移行た。車両形式もコロナを踏襲しており、T60 系、セダン、T70 系、ハードトップとなる。一方で、フォーマルなクラウンやコロナとの競合を、 意識的に避けるため、レジャー用、遊び用のセグメントにポジションを設定した。トヨタの製品開発 P24。エンジンは、水冷直列4気筒サイチェシーの 7R 型、および 8R 型。シングルキャブレター仕様とともに、SU ツインキャブレター仕様が、SL として、セダンハードトップ両方に設定されている。主に 1600cc モデルは、 従来のコロナの価格帯に近いファミリーカーとして、ハードトップにパワーウィンドウなどを備えた 1900cc モデルはクラウンに次ぐ高級車、ハイオーナーカーとして訴求された。なお、1900cc モデルと同クラスの車種として、同年4月に日産、ローレルが先行して登場している。発売初期のテレビ CM には、高島忠夫と隅花代が出演し、岩谷時子作詞、 山本直澄作曲の CM ソング、素敵なパパ、綺麗なママを、腰地吹雪が歌唱した。なお、ピックアップのみ他が二代目に移行後の1974年8月まで、生産、販売された。二代目は、X10 型、セダンワゴンバン x 2 0型、二ドアハードトップで、車両コードが、点となる、マーク X にも登場。ボディは、大型化された。 スカイライン GT へ対抗すべく、スカイライン GT のアドバンテージであった6気筒に対抗し、クラウンから移植の M 型6気筒エンジンを搭載したモデル L シリーズが登場。エンジンは4気筒1700、6R、4気筒2000、18R、6気筒 2000M。HT には 18RG 型 DOHC の GSS が設定される。この台から、 コロナが外され、トヨタマーク2と表記されるようになったが、カタログにはコロナの名前が残っていた。販売台数は増加したが、初代に引き続き、レジャー用、遊び用のセグメントにポジションを設定したことが、あだとなり、小型上級者市場の拡大についていけず、シェアは下降傾向をたどった。トヨタの製品開発 P24、2代目の販売苦戦を踏まえ、 小型上級車市場の幅広い顧客に対応することを基本方針とした。開発コンセプトは、片木になろう三代目。デザインは、当時のアメリカ車のヨーロッパ調セミクラシックに影響される。先代までは、ボディタイプによって車両形式が異なったが、ハイガス規制に伴い適合した規制内容によって形式が振られるようになったため、2、4ドアの違いなどは、 形式だけでは分からなくなった。単眼二等式のシンプルなマスクを採用し、そこから通称、ブタメと呼ばれる。衝撃吸収バンパーは後期型のみのメーカーオプション。デビュー時点でのエンジンのバリエーションは6気筒が2600、4MU2000、MU2000E5、MEU4 気筒が 2018RU。6気筒も51年排ガス規制適合となった。ちなみに、 歴代のマーク2としては唯一 DOHC エンジンが存在しないモデルとなった。サスペンションは前輪がマクファーソンストラットグランデ LG ツーリング GSL が後輪セミトレーリングアームの4輪独立喧嘩。他はリ輪区、ワゴン、バンは後輪リーフサスペンション。なお、4輪独立喧嘩車は4輪ディスクブレーキとされた。また、この台から最上級グレードグランデ。 グランデが登場。マーク2としては、初めての三ナンバーとなる 2600cc の 4M を搭載したモデルもある2600グランデ。オート店で販売される姉妹車チェイサーが1977年に登場している。また、輸出使用車であるクレシーダの登場も、この代からである。なお、ハードトップは、トヨタ車体、バントワゴンは、関東自動車工業が開発を担当した。 デザインは直線基調のデザインとなり、2ドアハードトップは廃止され、日本国内向けにセンターピラーを持つサッシュレスの4ドアハードトップが登場する。エンジンはアルミエンジンで直列6気筒の 1GEU と直列4気筒の 21RU の2種類があり、5MEU 搭載の 2800cc の2 8 0 0ンでも登場した。また、スポーツモデルとして、 前期型に限り直列4気筒の 18R ゲウ搭載の GT もあった。この台までコロナの名が残っていたが、車体にコロナの表記はなく、リアクオーター窓枠にクローナマーキーの表記あり、ユーザーや新聞広告、CM でもマーク2のみの名称で呼ばれるようになっていった。この4台目から販売の主力がセダンからハードトップへ移行になった。 モデル末期には黒の加藤式電動ドアミラーが新たに設定された。タクシー、教習者向けの LPG 車は、クラウンと同じ M 型 LPG が搭載されていたが、1983年以降は 1800cc をベースに e s x 6 0ゼムアーズ、車検症状では SX60 回、コロナ LPG 車と同じには I 型 LPG を、 搭載したモデルも教習者向けに生産、販売された。この世代から、ビスタ店及び、沖縄トヨタ専売の姉妹車クレスタが登場し、チェーサーと合わせて、マーク23兄弟と呼ばれるようになる。一般、ワゴンを除き1984年から1988年。このモデルより正式に社名が、トヨタマーク2となり、名実ともに、コロナから独立したモデルとなった。 ただし前日の通り、4代目から CM 等では単にマーク2と呼ばれていた。キャッチコピーは美しき製刀。ボディは先代と同じセダントワゴン、ハードトップの3種。ハードトップは F30 型日産、レパード S120K クラウンと同様にクリスタルピラーと呼ばれるラックアウトされた C ピラー周りの樹脂処理がスタイリングの特徴。 ハードトップが販売の主力で、セダンはタクシーや教習車としてよく使われた。搭載エンジンはディーゼルが2.2リットルの L 型から2.4リットルのレーザー2リットル型へ変更した程度で、基本的に X60 系後期と同じである。ディーゼル1.8リットル車はリアサスが4リンクリジットであった。2.5リットルや3.0リットルなどの3ナンバー車は設定されなかった。 ハードトップのグランデ 1GEU 型エンジン搭載車は1985年度のグッドデザイン賞を受けしている。CM 出演者は9代目松本幸四郎。ハードトップ1988年から1992年。この台よりガソリンエンジン搭載車がすべて DOHC 化される2.0グランデ以下のグレードは4気筒。 六気等かかわらず全てハイメカツインカムか、ツインカム車へのスーパーチャージャー搭載。グランデジーやシャーシ性能の全面的な刷新が図られる。一部グレードにはオプションで運転席、エアバッグが装着可能であった。モデルチェンジの度にボディサイズを拡大してきたが、この台でついに上位クラスのクラウンセダンと全長、全幅が全く同じ寸法となり、 一時的ではあるが、車格が追いついた格好となった。プラットフォーム自体は、先代からのキャリーオーバーだったものの、足回りは新設計された。スタイリングは、X70 系のキープコンセプトでありながら、やや丸みを帯びた、滑らかなものとなった。ハードトップは、X70 系よりも車高が低くなっている。このため、室内空間が犠牲となり、 ハードトップの室内の広さは、大人4人の長時間乗車に耐えうる最低限の寸法が確保されている程度のものであった。セダンは法人需要が根強く、自動車教習所の教習者としても大量に投入されていた。また、居住性、性能向上の観点から、小型タクシーのクラスアップが進み、地方を中心にコロナなどから切り替えたタクシー事業者も見受けられた。 CM 出演は、X70 型に続き9代目、松本幸四郎、前期のみ。主な内容は、2.5グランデリミテッドには、ベースとなる、2.5グランデをもとに、15インチアルミホイール、専用外反色のホワイトパールマイカ、カラードドアハンドル、リミテッド専用エンブレム及びリアゴールドエンブレム、ワイヤレスドアロックリモートコントロールを装備。点零グランデリミテッドには、 2.0グランデを元に同じく15インチアルミホイールと季節のホワイトのボディカラーのみの設定としてカラードドアハンドルリミテッド専用エンブレム及びリアゴールドエンブレムカラードフロントスポイラーにエレクトロニックディスプレイメーターとファブリックシートの材質をベース車よりグレーアップさせたスーパーラグジュアリーシートの3点は2.0グランデリミテッドのみ設定となる フルモデルチェンジで日本国内専用車になり全車3ナンバーボディとなった。プラットフォームは新設計されている。開発時期はバブル景気真っ只中だったが、販売直前にバブル経済が崩壊。財政事情の悪化によりコストダウンを余儀なくされた。代表的な例としては、トムズの設定グレードを3リットルモデルのみに限定、パワーウィンドウの駆動方式を 従来のパンタグラフ方式からケーブル方への変更など、搭載エンジンはガソリン車が3.0リットル 2JZGE、2.5リットル 1JZGE、GTE、2.0リットル 1GFE、1.8リットル 4SFE、ディーゼル車が2.24リットル2リットルてグランデ系の下にはグロワールというグレードが設けられた。ただし、初体が グランデ系のものと告示していたため、見分けがつきにくかった。この台から、スポーツモデルが、ツアラー、ツアラーに解消。全車3ナンバーサイズとなり、小型乗用車の寸法制約がなくなったことから、車体寸法の重宝比の適正化と居住性の向上が図られた。またサイズが大きくなったにもかかわらず、車重は仙台に、比べて、最大で、約1 0 0ラムほど軽量化された。 この台からフロントグリルのグレードエンブレムが廃止された。テレビ CM にはイギリスの映画監督アルフレッド・ヒッチコックを起用。バブル崩壊による厳しい経済情勢が依然続いていた時期でのモデルチェンジのためフロアパネルは X90 系のフロアパネルを流用しコストダウンが図られた。その一方で安全性向上に力を入れ衝突安全対策の施された トヨタ独自企画のゴアや、運転席、助手席、SRS エアバッグシステム ABS を全車標準装備。先代の X90K は、運転席、エアバッグのみ995年9月モデルから、標準装備。搭載エンジンは 2JZGE、1JZGTE、1JZGE、1GFE、2リットルで X90K まで搭載された 4SFE は、 廃止となった。X90K で問題のあった居住性を改善し、デザインはかなり丸みのあった従来型を継承しつつ、大ヒットした 1070K や X80K を思わせる直線基調のものになった。ツアラー系は、ゲート式 AT シフトレバー、レバー式、パーキングブレーキ、カーボンパネル、ディスチャージヘッドランプが採用され、最上位モデルであるツアラー V には、 先代と同様に、トルセン LSD 標準装着されていた。グランデ系とツアラー系の2シリーズ。MT は、ツアラー V 及びグランデの後輪駆動車のみ、設定されていた。マーク2としての最終モデルとなった X110 系は、それまでの4ドアハードトップから、クラウン、S170 系と共通車種の4ドアセダンに移行した。姉妹車であったチェイサーと、 クレスタが廃止となる。その代わり、後継者のベロッサが登場。歴代で最も背の高いボディ、厚みのあるヘッドライト、テールライトが、歴代の横長型から一転して縦長になるなどにより、歴代で最もボリュームあるデザインと言える。室内が広くなったことが高評価される一方で、販売台数は 100K 以前ほどの成功を収めることはなかった。グレード名には前者、全車。 グランデが付けられ、9グランデ系は上からターボ搭載の2.5グランデ GTB、2.5グランデ G、2.5グランデ、2.0グランデで3.0リットルは廃止された。グランデのエンブレムはこれまでの筆記体から活字体に変更されたスポーツ系のツアラーの故障は廃止され、グランデ IRV とグランデ IRS という故障になった。エンジンは 1GFE、 VVT-i1JZFS、VVT-i1JZGE、VVT-i1JZGTE、VVT-i のラインナップである。この台から2.5リットルモデルに搭載された1、JZ エンジンがドライブバイワイヤ化された。5速 MT は2.5グランデー IRV にのみ、設定。先代のスカイフックトムズに代わり、インフィニティトムズが採用された。 テレビ CM にはジョージ・クルーニーが出演。8代目 X100K の販売時期にステーションワゴン車としてマーク2ゴリスが追加販売された。カムリグラシア、6代目カムリをベースにした FF 車であった。実際に形式コードもカムリグラシアと同じく SXV202.2 リットル、MCV202.5 リットル、3.0リットルであった。 カムリグラシアには設定のない V6.30L1MZFE ウィンダムレクサス ES と同じエンジンモデルの設定がある。2002年1月にマーク2クオリスの後継者としてマーク2ブリット、マーキーブリットが発売された。ブリットはクオリスと異なりセダンと共通車種の後輪駆動、4輪駆動。形式コードは9台目の X110 である。エンジンは 1GFE VVTI-1JZFS VVTI-1JZGE VVTI-1JZGTE VVTI のラインナップである 1JZGTE 搭載モデルは2006年に廃止当時の小型セダンコロナをよりスポーティに高級化した車という開発コンセプトにより端的にはその二次的車種という意味でマーク2と命名 上級者志向のコロナオーナーを意識し、ジャガー MK2 などの英国車のモデルチェンジや、グレード変更によく使われる方法からこの社名が採用された。後に、コロナの持つファミリーカーのイメージを払拭し、コロナから独立した車種となる、高級車としてのイメージを確立。エンブレムは、コロナと同一的コンセプト、中心から光を放つの衣装で、最終型まで世代ごとに、 デザインの変更を重ねながら用いられた動画が楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。